はいどうも、タクタクです。シスターやっていきましょう。えー、っと、2階に行けばいいのかな ?2 階に行った途端に、お姉ちゃんどこ行ったんだろうね踊り場ってやつですね、ここは。うーん、わ、3階が封鎖されてんな。かやがってる。うわーひ誰か殺されてますね。 見るな、小春。こっちは行かないようにしよう、な。うん。書斎に入れないの。見つけた。出た。ひー。あ、お、お姉ちゃん。今度こそ殺してあげるわ。キャハハハハハ。これ以上こっちへ近づくな。キャハハハハ。弾の入ってない鉄砲で何をするつもりかしら 聞いてたってことかだってそうでしょ。弾がまだ残っているならあの時、私の前から逃げたりなんかしないもの。キャハハハハそういう推理試してみるかってやって、言う駆け引きは、しないわけ。でもどうなんですかね。漁師対気が狂ったお姉さん。どっちが強いかな。 あ,あ、そうそう。あなたがその鉄砲で包丁を吹き飛ばしてくれたおかげで、包丁に穴が開いて使い物にならなくなっちゃったのよ。だから、代わりのものを探してきたのよ。あ、なぶっそうなもん持ち出して、まあ。さっき重くて持ち歩くのしんどそうって言ってたもんだな。あんたどこの誰だか知らないけど、よくも邪魔してくれたわね。でも安心して、あなたも一緒にズタズタにしてあげる。つ、翼お姉ちゃん。 心配するな。なんとかする、なるさ。あいにくここでずた、ずたにされるし、すじあいはない。小春、逃げるぞ。つ、翼お姉ちゃん、ど、どうしよう。とりあえず逃げるしかないな。二階の左側の廊下には行かないようにしないとな。逃がさないわよ。逃げゲー。き、来たよ。よし、逃げるぞ。逃げゲーだね。早えな。 そう、これ、どうなの時間巻きできるタイプこれ。時間巻きできないタイプか。どこに行けばいいんだろうなちょっとどこに行けばいいかわからんね、これはね。セーブもできん。どうなのお、時間巻きできるタイプ時間巻きタイプだ。これから以後ランダムで出てくるみたいな。 っちはいけんのうん封鎖されてますねこうかな分かってるこっちの廊下も死んでいるいけねえじゃんここはああ階段か誰かの部屋だな金庫があるどうしてこうなっちゃったんだろう 妹ちゃんは何もわかんないあここ私のお部屋だよそうなのかうんいい部屋だなそうかなありがとういいなあ自分の部屋がこんな子供の頃からあるなんて俺は弟とびっくりした弟と一つの部屋だったなうーんなんかネット使えないっていう俺が収録してるなの癖なのか LINE できましたね。<laughs> すいません。これが終わったら、繋いであげよう。んなんだこれ。お姉ちゃんがまたお父さんに怒られていた。お父さんすぐお姉ちゃんに怒る。なんでだろう。お姉ちゃんは最近しょんぼりしている。元気づけてあげたいけど。私が近づくとお姉ちゃんは怖い目で私を見る。お姉ちゃんと仲良くしたいな。元気づけてあげたいな。でもどうしたらいいんだろう。うーん。 お父さんにも、愛想がつきたみたいな。あ、それ私の日記。これかあの、恥ずかしいからその、ん。ああ、そうか。すまなかった。すまなかった。本人の前で本人の日記を読むという拷問。つばささん、つばささん意外とデリカシーないですね。つばさお姉ちゃん、好きな食べ物は何好きな食べ物かじゃがいもだな。じゃがいもが好きなんだ。ああ、実は自分の家で作っている。へえ、そうなんだ。 薄く切って油で揚げるとうまいんだよ。ポテトチップスだ。本当に好きなんだね。ああ。ポテトチップスが好きだと。ここは誰だ、ね、使用人使用人の部屋感あるね。いや、わかんないよ、これは。8! 番号を探さんとダメだな。んなんだこれ。家政婦の日記を見つけた。家政婦は見た。 最近、日暮れお嬢様の様子がおかしい。日に日に元気がなくなっていくのがわかる。一体何があったのだろうか。相変わらず小春お嬢様とは仲がよろしくないようだし、何か私に力になれることはないだろうか。なんでなんだろう。あれかなやっぱ、妹ができて愛情が妹に集中しちゃうみたいな、あれかな。例のあれか。何これ。丈夫そうな紐で縛られている。紐でぐるぐる巻きだね。これじゃ開かないよ。 なんとかなるさ。これ。何それ。ナイフケースだ。中にはナイフ入れてある。森は何かあるかわからないから、い、えー、いつも持ってるんだ。なるほどね。じゃあ早速。あれどうしたの錆びてる。いや、漁師。日々の、日々の道具のメンテナンス。歯が錆びている。今日持ってきたナイフ、そういえば随分使ってなかった気がする。これじゃあ切れないな。どうするの そうだな。他に方法を考えるか。まあ、なんとかなるだろう。適当。プロは日々の道具のメンテナンスを欠かさないというから、やはりこの子はまだ新米、新米漁師に違いない。なんか漁師さんって最初は鳥を撃つらしいですね。お、空いてる。どうすりゃいいのかなぁ。 刃物を研げる何か石みたいなのがあればとりあえず1周してはみたもののどうすればいいかなどこだったっけなんか巻きとあここかあここの取ってったんだねいや何でもないうーん刃物はないですなもうちょっと2階で何かがあるってことなのかも ここは買い分かってる上には何があるんだろうな金庫の番号が分かりそうなものってある読んだ日記の数あと3冊あるってことこのサビどうにかならないかな錆取り剤でもあればいいんだかなうんあ前に家政婦さん錆びちゃった包丁に何か使ってたよもしかしてそれかなあそれかもしれない小春それはどこにある 地下倉庫に入って、まっすぐ進んだところにある。あ !OK。やっぱり離してみるというのは重要だね。地下倉庫、ここだな。暗い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 。ここだ。これか。サビ取り剤。多分これ大丈夫。よかった。はす使ってみよう。よし、取れた。ナイフのサビを取れた。サビを取れたが、研がないと使い物にならないな。どっかに砥石があればいいんだが。 砥石って何ああ、トっていうのは包丁とかに当てて、擦ると切れなくなった包丁が切れるようになる道具だ。そういえば前、家政婦さんが変な石を包丁に当てて擦っているところ見たことあるよ。なるほどな。なら台所のどこかにあるかもしれないな。確か、扉の隣の炭素の中にいろいろなものが入っていたけえー、あ、もしかはあるかも。なるほど。砥石を探そう。サビ取り剤。これかな あった。砥石。これで投げるな。やはり、砥石はハンターの必需品ということですね。よし、これでいいだろう。これで切れるようになっただろう。わあ、歯がピカピカ。すごい。翼お姉ちゃん。でそんなことないさ。さあ行くぞ、小春。うん。モンスターハンターとしては。やはり。ハンマーにも砥石を使うからね。 ハンマーにも砥石を使うんだっけ忘れた。忘れるな。ええと。これで切る。そうだな。ハンマーあんま使わないんですよね。さて、中に何があるかなんこれは。同色の鍵。鍵か。あと使えそうなものは。うん。フックのついた棒。これは何だこの鍵、どこの鍵がわかるか。家政婦さんが2階のどこかの鍵に、 えー、扉に鍵を使っていたけれど、その鍵に似てる気がする。どこの扉かぶで出してるわからないか。うん、ごめんね。まあ、二階のどこかってだけで大きな収穫だ。なんとかなるだろう。小春、ありがとう。うん。しまった。またか。小春逃げるぞ。うん、うん。小春逃げるぞ時間巻きやっあっ ちょっと、猶予がなさすぎた、今。どっからだろうえここからずいぶんセーブしていないと思ったけど。どっからだいや、いや、違う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 。さすがにここからじゃないでしょ。ここだ、ここ。あ、あ、あ、よかったよかったよかった。あ、あ、せラらすー。<laughs> ちゃんとセーブをしよう、次は。 ここはあれだよね時間巻きできないとこだから気をつけんとこれ取って記録ここにしようよしいやこれお姉ちゃんの足の速さにビビるうわっアップだここは大丈夫よしぐるぐる作戦開始ぐるぐる作戦お前なんかぐるぐるしいて 巻いてやるーくるぐ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 る。あっちもこっちも、ミラクルぐる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 にゃーぐるぐるにゃそんな歌ありましたよね。サイボーグクロちゃんって言うんだけど。安田大サーカスのクロちゃんじゃないですよ。サイボーグクロちゃんですかね。サイボーグクロちゃんって言うだけでなんか今ゾッとするな。そんなモンスターをサイボーグ化するんじゃないっていう。モンスターストライクでサイボーグクロちゃん実現したやん。よく考えたら。 何の話 ?2 階のどこか。はい。ここかな。あ、ここだ。細胞ボークロちゃん。タンスの下に何かがあるが、私の手じゃ奥まで手が届い入らないな。何かいい方法はないだろうか。おこの棒使いば取れるかもよし取れた。タグのついた。<え>まあ、鍵から鍵への世界。金色の鍵。え、これは図書室。 2階の奥の階段。オッケー。サクサクいくね。サクサクさんだ。サクサク。サクサク。サクサクいくよ。サクサクいくよ。この上の、ここじゃないか。ここじゃないね。これはコハルちゃんの部屋だもんね。こうかこかここでもない。金庫の番号もわかんねえしな。はい。わお 本がたくさん並んでるな。ここが図書室か。まあ、いきなり気になるのはここですな。中に何かあるな。ドライバーハイパードライバー。このドライバーをドライバーってあれじゃないよね。プラスマイナスのドライバーだよね、きっとね。読む。ほう、どんな本が好きなんだ笑わないで聞いてくれるああ。 私、童話が好きなの。うん、安心し、めちゃくちゃ安心した。急に三国志が好きなのとか言ったらビビるよ。童話三匹の小豚とか、えー、ウサギとカメとかかうん、そうだよ。童話はお話を楽しみながらいろいろなことを教えてくれるから好きなの。それで小春はどんな童話が好きなんだうーんと、好きな童話いっぱいあるけど、一番好きなのは赤ずきんかな。赤ずきん ああ、あれだろう。う赤いズキンをかぶった女の子はおばあさんのふりをしたオオカミ食べられるんだが、その後漁師がオオカミの腹え、かっさばいて赤ズキンとおばあさんをお腹から出して、代わりに石を腹に詰めて縫い合わせ池に沈めるっていう。残酷う、うん。まあだいたいやってるかな。でも赤ズキンって本当はそんな話じゃなくて、もともとは赤ズキンちゃんが食べられちゃうところでお話は終わりなの。えー うということは、漁師が、えぇ、ー、かっさばくっていうのは後付けなんだな。うん。他にもいろいろな部分が変わって今の赤ずきんってお話になったの。他の童話にもこんな風に変わっていった部分があって、そういう違いを比べたりするのも童話の好きなところの一つなの。なるほどな。とても深いな。でも、私は今の赤ずきんの方が好きかな。やっぱりお話はハッピーエンドが私はいいかな。そうだな。 まあ、要はあれですよね。子供を戒めるためのお話だから、やっぱそういう怖い話の方がいいっていうことなんでしょうね。と、言ったところで、この辺で一回終わりますか。俺も童話結構好きなんですよね。眠れる森の美女は、なんか、キスではなく、クスで、 目覚めたみたいな <laughs>。やめろ子供もう見てるかもしれん <laughs>。っていうなんか、本当はなんとかの童話みたいなやつとか、なんかそういうのもね、人気ある書籍ですよね。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また、お会いしましょう。ではまた。